成田内永、お師匠です。内永校もですねちょっと、どこで動画撮ろうかなと思ったんですけど、やっぱりあのすいません、海姫と一緒になっちゃいますけど、お師匠の、まあ、上司でありましたんで、一応これは模擬ですけども、店主、お師匠からちょっとお話をしたいと思います。当時はですね、成田内永校はですね、まあ、成田家の当主で名門成田家を継いでいたんですけども、まあ、戦国時代からですね、上杉謙信との対面なんかもね、話はいつもとかありますけど、まあ、北条氏に仕えてたわけですよ。で、後に成田家はここから出てしまうんですけども、もしもしにはちょっとここを収められなかったんですけど、会津の蒲生家に引き取られて、まあ、引き取られてっていうか、言ってですね、だから滅亡したわけではないんですよね、まあ、ここを城を明け渡したと、まあ、あくまで会場というか自主的に出たんで、落城っていう感じではないんですよね。まあ、その辺がちょっとその成田家の名門としての気質というか誇りというか、そういうものがあったんだと思いますけど、まあ、かなりの活躍をしたということでですね、成田宇治長校についてはこちらでちょっと話をしたいと思います。まず成田家の当主ですけども、まあ、生まれ1542年ですから、まあ、割と早いですよね。当時、1590年の頃っていうと、もう、50歳近い方だったということなので、もうこの時代としてはね、結構 長く生きた方だということになりますし、亡くなったのはね、その小田原の後なんですけど、1596年ですから、徳川の世になるのを見ずに亡くなったという形になりますよね。京都とかね、あちらにもちょっと行ったことがあるみたいですけども、まあ、宇治長公はですね、一応烏山の、この戦後ですね、烏山の藩主になってますし、別に滅亡したということではないんですけども、その成田氏もですね、その宇治長公は、父の、長安公がいましたんで、その長安公の、子供になりますけども、で兄弟ですね、安親とかいますし、この頃は通詞は親っていう字とか長、まあ、長は藤原の道長の長だと思いますけども、まあ、名門家ということで、代々そういう近い名前をしてますよね。で娘には、別なビデオで出してますけど、海姫、秀吉の側室ということで、成田家一の姫という感じでですね、まあ、かなりの美貌だったみたいですよね。でそういうか娘と、あと結局長忠、安親をですね養子にしたというような関係もありまして、まあ、小田原の時はですね、小田原城に在住したと。ただまあその北条のやり方に嫌気がさしたのか分かりませんけど、まあ、こっちで立てこもるつもりがなかったのかはどうか、もしかしたら裏切るつもりでいたのか、それはちょっと分かりませんけど、まあ、基本的には北条の家臣ということでですね、小田原に詰めていたと、そういう形になりますよね。ですから、まあ、内永公に関してはですね、まあ、ちょっと戦国の成田家としては、まあ、最後の当主みたいな形になってしまうんですけども、存続もしてますし、子孫もいますんでね、今朝は菩提寺の方にも行ってましたけど、そういう形でですね、まあ、海姫のこともありますんで、まあ名門藤原氏の流れを組むというところで、まあ、お家柄っていうのがまさに出た、一族だったと思いますよね。だからどうしても中心の話としてはですね、宇治長公の中心の話としては小田原攻めの話になってしまうんですけども、まあ後々ですね、小田原で籠城したといってもですね、こちらは、要するに留守居部隊に守らせていたと、成田長親、海姫、正木丹波、そういった武将たち、親族と武将たちに守らせていたという形になりますので、まあ、石田三成公の話はまた水攻めをしているという話はまた別のビデオで話してますので、そちらをご覧ください。その一番の戦いはその御師匠の戦いということが有名なんですけどもね。だから宇治長公の場合は、その蒲生家にとさっき言いましたけども、まあ、こう言っちゃなんですけど、強国でもありましたけど、まあ、秀吉の側室になった方の身内ということでですね、強国というのは強国高津学校の話ですけど、2万石の、ね、領地をいただいたと。本来だったらあれだけ抵抗したんですから、しかも石田三成からしたらですね、自分の顔に泥塗ったような、城と一族ですから、張り付けにしてもいいような感じなんですけどね、そうはせずに、2万石まで与えられていると
ということになりますので、まあ、その辺もその貝姫の力もあったんだと思いますよね。貝姫ってのはただ綺麗な感じだけじゃなくてね、強いということもさっき別なビデオで出してますので、その辺もちょっとお話ししていただければと思います。ただその貝姫の助力っていうのもあったんだと思いますよね。変に鳥色とかじゃなくて、あの本当に気質というか、強い姫だったみたいで、ね、もう死ぬ間際まで追い詰められていたはずなのに、側室になって、長生きもしてますし、まして、秀吉の、子供の秀頼の、娘さん、天守にですね、天守2個、鎌倉にお墓がありますけど、東慶寺さんですね、そのお隣にお墓らしきものがあるんですけど、そちらのビデオはまた、別な話として出してますんでご覧ください。まあ、ちょっとそちらが墓かどうかというのは限定はできてないんですけど、ちょっとそういう話もあるということでちょっと載せてますんでご覧ください。はい、成田市、名門成田市の、当主成田、内長公についてでした。お市場です。